皆さんこんにちは、大村ケーブルテレビの安食薫です。皆さんこんにちは、大村市長の園田博史です。シティナビ、今月のテーマは大村市のデジタル化に向けてです。さて市長、はい、新年度が始まりましたね。前回のシティナビでおっしゃっていた様々な計画がスタートするわけですが、今回は特にデジタル化について伺おうと思います。はい、大村市のデジタル化はどのように進めていくんでしょうか。はい、これまで大村市としましては、いわゆるこうデジタル化というものについてですね、計画的に進めていこう。まず町全体のデジタル化をどう進めていくか、大村未来都市構想というものを策定しました。で、行政サービスのデジタル化はどうやって進めていくかということで、大村市 DX 推進計画というこの計画書を作ったんですね。で、これをもとに令和4年度に、いろんな業界団体の方々とお話をして、もっとこう具体的に国のデジタル田園都市国家構想というその仕組みの中にしっかりこちらを盛り込んで事業化をしていきたいということで、準備を進めてきました。大村市は子育て支援策が充実してますねということで、人口が増え続けてきました。で、今おかげさまで2月末の人口が住基上98,354人いらっしゃって、もう人口10万人まではもう目前に迫ってます。で、これは強みです。子育て支援策が充実してるね、教育施策がいいね、これは強みだから、もっと、進めていこう、もっとこう発展的に進めていこうというところのこの取り組みをしていきます。で、もう一方は新しい人たちが転入してきている中で、なかなかこう地域コミュニティ、地域行事に参加をしていただけなかったり、コミュニティの希薄化ということがあります。で、これは大村市の弱いところです。で、この弱いところを補って改善をしていこう、ここにデジタル化のツールを作っていこう、使っていこうと、そういった取り組みを、2つですね、柱を立てて進めていきたいというふうに考えています。地域コミュニティの企画化をデジタルの力を使って解決するというお話がありましたが、はい、改めて詳しく教えてください。はい、地域コミュニティが企画化しているその背景は、おそらくご近所付き合いが少なくなってきたと思うんですね。で、ご近所付き合いが少なくなっている背景は、お互いがお互いを知らないということだと思います。で、お互いがお互いを知るために、まずこのデジタルの力でつなげていこうということです。例えば独居老人の方がいらっしゃったとしたときに、こんなところがすごく不安でお手伝いをしてもらいたいなと思っている人もいます。例えばスマホの使い方がわからないなとか。で、逆に大村市としてはですよ、こんな大村市のためにボランティアのイベント、いろんな講演会、例えば清掃活動、こんなことをやりたいな、で、お手伝いしてくれるスタッフさんをもうちょっと欲しいなっていうことで困ってる。で、逆側、こっち側には私手伝いますよっていうボランティアの方がいたり、シルバー人材センターさんが、じゃあいろんなことで地域のお困りごとお助けしますよみたいなこともやられてる。で、お互いそれを知らないから困りっぱなしで終わってしまっているところを、デジタルでマッチングをしようということで、助け合いの精神が生まれてつながっていくっていうこと、これが困っている人とお助けしてくれる人をつなげるっていうこともそうですけど、近所で助け合うってこともできるかもしれません。災害の時とか特にそうですね。こういったことをデジタルでマッチングをしていく、そこには行政の仕組みを使うということで信頼性があるというところにつながるので、この仕組みを作っていく。で、例えばもっと発展的に言うと、ずっと私市長になってから地域連携ポイントっていうものをですね、構築をして広げていきたいなと思ってるんです。で、今7年半市長になって経ちますけど、今例えばキャッシュレスのデジタル決済でポイントが貯まるじゃないですか。で、このポイントをじゃあお買い物するときに、あ、ポイント使おうって言って貯めて使うじゃないですか。で、これを例えば大村独自のポイント、ボランティアに参加してくれたらポイントがつくし、イベントのお手伝いしてくれたらポイントがつくし、困ってる人を助ける人が助けてくれたらポイントがつくし、で、市内の店舗でそのポイントが使えるみたいなこともしていくと、すごく汎用性があると思うんですね。だからこういったことも含めて、共助という一つのテーマでデジタルの力を活用していこうということが共助事業ということですね。とても理想的な取り組みですね。ありがとうございます。そしてもう一つ、子育て支援事業ではデジタルを活用することでどのように便利になるんでしょうか。
はい、これもデジタルの力を使うで、行政がちゃんとここを仕組みに裏付けをするということで信頼性を高める。で、信頼性を高めたデジタル端末でいろんな証明書を証明する、証明書として活用することができるということです。例えばうちも子どもたちが大きいのであんまりその証明書を使うってことがないんですけど、子どもがちっちゃい頃っていうのは例えば市からの医療費補助だったり、障害がある方だったらその障害者手帳だったり福祉受給者証みたいなのがいっぱいこうママたちが財布の中にもしくはポシェットの中に証明書を入れてます。で、うちは妻に聞いたらその証明書がこう曲がらないようにラミネートしたりケースに入れたりっていうことで何枚もの証明書をこう持って歩いて、で医療機関でそれを提示してっていうことでした。でも、これってじゃあ紙である必要はなくてですね、証明がちゃんとできればいいわけですね。で、このいろんな受給者証、証明書をデジタル端末の中で証明できる。証明するためには個人をしっかりと間違いないですよという信頼性のもとに進めていかなければいけませんので、そこに役所がしっかりと裏付けして個人の証明、個人 ID ですよっていうことをですね証明させていただきたいと。まあ、一番わかりやすく言うと、まあ、皆さん、スマートフォン使われている時に、個人 ID をもとにいろんなアプリケーションを使ったりしてますよね、決済まで。まあ、ああいうものを役所がちゃんと信頼性を持った形で発行させていただくっていうようなことですね。で、これを子育てのいろんな証明書、子育てのいろんな情報、子育てに関するイベント行事のプッシュ配信、まあ、こういったことを進めていこうと思ってます。そしてデジタル化が進むことを不安に感じる方もいらっしゃると思いますが、そのような方への配慮はあるんでしょうか？はい、まさにそれが冒頭に言った共助の中でスマホの使い方がわからない、デジタル化って何だろう、 IT とか IoT とか AI とか、まあ、いろいろ横文字が並んでちょっとおっかなびっくりしますよね。特にご高齢者の方はそうかもしれません。そんな中でそこを分かりやすく教えていく、みんなで理解をしていって使ってもらう、まあ、こんな、デジタルデバイスに対してこう知識がない方にもですねフォローアップをしていくということをやっていかなければならないと思ってます。で、まあ、もっと言うとご高齢者の方でも実は LINE とか使ってる方々結構多いんですよね。難しいかっていうとそんな難しくなくて、皆さん意外と使ってる。だからちゃんと理解してちゃんと信頼性があれば使ってもらえると思うんです。で、こういった仕組みをですね行政がしっかりフォローアップしてみんなで使える、みんなに優しい、誰一人取り残さないデジタル化っていうものを進めていきたいと思っています。デジタルの力でみんなが快適に生活できるといいですね。そうですね。それでは市長、最後に市民の皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、市民の皆さん、新年度新たに大村市としてデジタル化をさまざまな領域で進めていきたいと思っています。デジタル化といえばちょっとおっかなびっくりするところもあるかもしれませんが、人に優しいみんなをつなげるデジタル化です。人が幸せになれるデジタル化っていうものをですね進めていきたいっていうことが基本です。まあ、主に2つ柱があって、子育てと共助というところです。で、この2つの事業を動かすために基盤となるデータ連携基盤を整備するということを進めます。で、この基盤がしっかりしていけば、この基盤の上に防災、教育、観光、交通、いろんなことがこうくっついていきます。正しく理解をしてみんなに優しい、人に優しいデジタル化を進めていく、そんな大村市を皆さんと一緒に進めていきたい、作っていきたいと思っておりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。市長、今月もありがとうございました。ありがとうございました。